おはようございます。新大阪駅です。昨日の大阪梅田のワイン会も無事に終了しました。今日も元気に新幹線です。昨日の大阪の華やかなワイン会を終えまして、名古屋にやってまいりました。東京といえば銀座、大阪といえば北新地、名古屋といえばこちら栄です。で、本日の会場はこの高級クラブラウンジオッサンです。こんな、ほら、名古屋の高級クラブラウンジ、普通は来れませんよ。あらららららら、今日のラインナップです。一発目のリースリングです。名古屋栄のワイン会が始まりました。追い出されみたいなことない。追い出されはい、キノブランです。はい、キャセイのパスフィックファーストクラス採用ワイン、どうぞ。普通ピノグランって今作り手によったら多くの樽に入れるのが多いんですよ、はい、香りの感想をちょっと聞きたい。おー、なんか、難しい。今日はですね、この新人の牧野さんが、ね、牧野さん、はい、牧野さん、僕の代わりにやってもらってるんでね、はい、とっても僕は楽ちんです。ありがとうございます。頑張ってください。モザイクはかけません。わかりました。承知しました。ハスカップとリチョ、いい感じ、いい感じ、牧野さん、完璧完璧。牧野さん、はい、はい、新人さん、採用基準なのかわからんみたいな。振るってるって、やっぱり振るってる、振ってる。ありがとうございます。本日デビューの牧野さんでした。で、次は何でしたっけ。ジンジャーブレーヌ、はい、行ってください。まだ飲まれてます。誰が今飲まれてます。はい、はい、こんな具合でね、今日はデビュー戦の牧野さんがやってくれるんで本当助かります。自動車業界は関係ないと思う。確かに、めっちゃアイデアポンポン出してくれて、はい、おかげさまで名古屋のワイン会も無事に終了しました。名古屋の皆様ありがとうございました。また秋にお会いしましょう。滝沢さん来てもらったんで、まず皆さん拍手で、はい、あ、ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。次回は11月らしいので、はい、まあ、その辺のジジイたち生きてるよ。死なないようにしまった、ねね、元気に来てもらって、ね、生きてる人、生きてる人、ごめん、ごめん、生きてる人、うるせえな、うるさい、うるさい。はい、ということで、あの、時間になりましたので、はい、お開きとさせていただきます、はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。